僕のことを忘れちゃったのかい？大丈夫、あっちで昔話でもすれば思い出せるさ。
女がどれほど煩雑で退屈な仕事をしているかご存知でしたら、快適な環境が欲しいという望みが贅沢ではないと分かってくださるかと。私たちの旅を続けましょう。あなたがそばにいてくれる限り、私は強くなれる。コーデ力を上げて強いスタイリストになりましょう。Thank you.
ごきげんよう。私は王女セシリアです。まあ、ここの料理人ったらそそっかしいわ。魚はライムと合わせるべきなのに、お皿に乗っているのはレモンではなくて。おいおい、帽子には触らないでくれよ。これはマジシャンの秘密道具なんだからさ。僕とそっくりなあの騎士は朴訥で頭も良くないけど、忠誠を尽くすその姿には敬服しちゃうな。ショーはどうだった？気に入ってもらえたようで嬉しいよ。ではお題を。冗談だよ。友達ならたださ。あなたが私を呼び覚ましてくださったの？その貢献にふさわしい褒美を与えましょう。気分がいいのだ。深海で生まれたエルフが時を超え神秘的な声で呼びかける。
マジシャンの帽子から何が出てくるのか当ててみる？眠るお姫様は水晶の箱の中から目を覚ました。本当に愛する人だけが彼女を連れて逃げることができるの。